オーストラリアの物価って実際高いの？これがオーストラリアのスーパーのウールアース。でかー、見て、2リットル入ってるケチャップなんてさ、普通のスーパーに売ってることある？今買い物して帰ってきました。で、買ったものはこんな感じ。まずサラダとレーズントースト、オニオン、人参、チキン、卵、なんだこれ、豚、カキピー、あとはトリガルスープの素、歯磨き粉、ティッシュ、ネギ、ベーコンとドレッシングとミルク、こんぐらい買いました。で、まあこれから値段を発表していきたいと思います。レッツゴー。今レシートをちょっと確認してみたら、レシートはね、そしたら合計でなんと 75.39 ドルでした。だから日本円で80円で1ドル80円で計算すると6031円。どうなんだろうね。で、これで大体1週間分ぐらいだから、これが大体あれですね、今見た量でこの値段っていう。どう、1週間にして高いかな、もしかして高いかもしれないね。で、この日本食の方がちょっと高くて、例えばさっきのキューピーのさ、ドレッシングあったじゃん、それは 12.8 ドルなんね。で、あとはあのカキピーあったじゃん、カキピー多分に日本だったら100円とかじゃないあれ。でもなんとオーストラリアだと 3.2 ドルだから250円、150円も違ってすごいねっていう結果になったかな。で、ね、ウールアースの方は、まあ、ミルクとか多分安いと思うんだよね。2リットルで 3.2 ドルだから200円ぐらい。安くはない？安いか？わからんな。で、ティッシュ、あと卵、チキン、あとなんかわかりやすいのあるかな。まあ、それはなんやかんやで、まあ、44ドル。ウールアースの方だけでね。で、その日本食の方が、30ドル。こっちはちょっと高いよね。キューピーとか 12.8 ってやばくない？日本いくらかちょっと調べてみます。キューピー、ごま、ドレッシング、大きさは何になるのこれ。1リットルです。1リットル買いました。今回いくらでしょうか。702円、700円だから、差額はこっちは 12.8、 こっちは1024円だけど、日本が700円だから差額は300円。全然輸入してるからもうこんぐらいの差が出ちゃうんだけど、カキピーもさ、だいたい2倍になってたしっていう結果です。結果はまあやっぱ輸入してるやつは高いかな、日本から。でもそれ以外はまあ日本とあんま変わんないんじゃないかなっていうのが正直な感想かな。例えばウールアースとかだったら多分日本とあんま変わんないと思う。そのね、まあ一個一個の量が多いから、まあ、その日本よりちょっと高めになってるだけで、別にその同じ量にしたら実際値段はそんなに変わんないかなって個人的には思うかな。今回の動画良かったらぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。あと Twitter も Instagram もやってるんで、ぜひそちらのチェックもお願いします。では次の動画でまた会いましょう。バイバイ。